はい、こんにちは、レトスノンです。今回なんですけども、宅建合格するための7つの秘訣の5番目、計画の立て方および計画の重要性についてお伝えしようと思っております。まず、計画の重要性からお伝えしようと思うんですが、これなんで計画を立てなければいけないのかっていうところをちょっと考えていただきたいんですね。で、例えば、全く計画を立てずに勉強を始めたとしましょう。そうすると、まあ、大体ですね、疲れてきたら、まあ、やめるんですよ。計画立てていないんで、今日、何問やるかとか、何ページまで勉強するとかっていう、ゴールを決めてない状況なので、まあ、疲れたら、あ、もう頑張ったからいいや、みたいな感じで終えちゃう場合がやっぱ多いんですね。例えば、その終えたのが、8ページだったと。まあ、もしくは、問題で言ったら、問8までいった、8問やったと仮定しましょう。で、もし、ここで、目標があった。10ページまでっていう目標だった。または、問10までやるっていう目標だった場合、あなたはどういう行動を取りますか？ちょっと疲れてきてます。疲れてきてるけども、あと2ページ頑張ったらいいわけです。もう8ページまで来てるんですよ。あと2ページだけ頑張ったらいい。もしくは、問題数で言ったら、問8まで来てる。あと2問やったら今日の目標達成できる。この場合、多くの方が、あとちょっと頑張れば今日の目標達成できるから、頑張ろうってなるんですよ。そうすると、目標を立てた場合と立てていない場合を考えたら、立てた方のが、やはりそこまで頑張れるんですよね。だから計画を立てるってことはすごく重要なんですね。時間って限られてるわけです。試験日までの時間が限られているわけだから、今日一日という時間っていうものをできるだけ最大限活かして、より多く問題数増やしたりとか勉強したいですよね。そのためにやっぱり計画ってすごく重要になってきます。で、ここから計画の立て方に入っていくんですけども、注意していただきたいのは、時間で計画を立てるなっていうところなんですね。例えば、今日は1時間勉強しようっていう立て方、これはできるだけやめてほしいんです。これなぜかというと、人によって1時間で勉強できる量ってやっぱ違うわけなんですね。たくさん勉強できる人であれば間に合う可能性はあります。ただ、1問にすごく時間かける人っていうのは間に合わない可能性があるんですね。結局1時間勉強してるけども全く進まないと。そうすると試験日までの期間を考えた時に、その速度じゃ間に合わないってこともあり得るわけなんですよ。だから時間で考えるのはやめた方がいいんですね。じゃあ何で考えるかっていうと、内容で考えるんです。どこまで勉強しなければいけないのかっていうところで考えるんです。例えば問題数で考えたら、じゃあ問10まで今日やろうって決めたら、問10まで頑張れるわけじゃないですか。もし問5までで1時間しか勉強できないっていうのであれば、あ、問10までやるには1日2時間勉強しなければいけないんだってわかるじゃないですか。人によって速度は違うので、勉強量だったり問題量だったりを基準にした方が絶対いいです。で、さらに重要なことは、逆算をして考えるってことなんですよ。逆算をして考えて、1日あたりどれぐらいの量を勉強しなければいけないのかって落とし込んでいくんですね。例えば今現状ここにいたとします。で、試験日がここだとします。そうするとこれだけの期間、時間があるわけですね。で、この中で大まかどれぐらい勉強しなければいけないのか、これ人によって違うんですけども、今回ここで書いてある事例で言えば、例えば過去問集で考えましょうか。過去問集10年分あって、それをここからここで1週2週3週して最後模試をしようかみたいな感じで、これ考えてる表なんですね。計画表になります。で、大体ですね、模試っていうのは8月ぐらいから行えばまあいいかなっていうところなので、もうこのお尻っていうのは大体決まっている感じですね。遅くなっている来ると、あの9月って方がもういらっしゃいますけども、まあ8月ぐらいから始めるっていうイメージですね。8月、9月ですね。勉強始めたのがもう本当に、6月ぐらいから始める方もいるんですよね。6月ぐらいから始めるってなってくると、これがもう9月とか9月後半とかね、もう試験1ヶ月前ぐらいってなってくるかもしれないけれども、まあ一応とりあえず8月って置いときましょうか。そうすると、今からこの8月のこの間、この期間で、過去問10年分を3周するわけなんで、まあ単純に考えたら3等分したらいいんですよ。まあ厳密に言うと、2周目3周目っていうのは1周目よりも早く進むんですね。
例えばここで2ヶ月かかってたのがここは1ヶ月半で終わる、ここも1ヶ月半とか1ヶ月で終わるみたいな感じで徐々に速くなってくるんですよ。それは理解度がどんどん深まってくるから問題を解くスピードも速くなってくるんですね。まあだからなんですけども、まあとりあえずは等分で考えていいと思います。3等分すると、そうすると、まあ、1周がこれぐらいの期間でやんなきゃいけないなってわかるわけですよね。例えば2ヶ月だったと仮定しましょうか。で、この2ヶ月の中で権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他をやっていくといったイメージです。なんでここでまた分割するわけですよね。2ヶ月をこれで分割します。そしたら、あ、権利関係はこれぐらいの期間でやんなきゃいけないなって分かってくるわけです。で、例えば権利関係を1ヶ月ぐらいでやんなきゃいけないっていう計画になりました。そしたらその1ヶ月の中で権利関係を行うわけだから、例えば権利関係が100ページあったとすれば、1日あたり何ページぐらいやんなきゃいけないっていうのが、それで割り算をしたら出てきますよね。そういうふうにして1日あたりの勉強量っていうものを逆算して考えていくんですよ。これを初めにやっとかないと後で間に合わないってことになるんですよ。だからぜひやっていただきたいんですね。これは今すぐでもできるじゃないですか。例えばお持ちのテキストがありました。500ページだったと仮定しましょう。それを1ヶ月でやると仮定しましょう。1ヶ月は30日ですね。そうすると500÷30をするとだいたい16ページか17ページなんですね。だから1日あたり16ページか17ページ進めたらいいんだってわかるわけですよね。そのように計算をするといいと思います。で、これは今すぐでもできることだからぜひ今すぐやってください。これやっておかないと後になって間に合わないってことになりますので。なんで逆算をするってことですね。8月までにどれぐらいの量をやっておかないといけないのか、これ人によります。今回は3週でしたけども、これ記憶力いい方だと2週ぐらいで終わっちゃう人もいるんですよ。2週ぐらいである程度頭に入る人もいます。で、私はすごく記憶力が悪いんですね。私の母も60全然超えてるけれども、母よりも記憶力が悪いんですよ。これ昔からなんですけども、なんでかはわからないです。なんでかはわからないけども記憶力悪い、それを私自身は自覚してます。だから4週5週の計画立てるんですよ。そうすると1日の勉強量めちゃめちゃ多くなるじゃないですか。だから人よりもやっぱり多く勉強しないと勝てないっていつも思ってるんですよね。で、そうなってくると本当に1日1日っていうのがすごく大切なんです。だから私は、高校の時もそうだし、大学の時もそうなんですけども、この、学期ごとに試験ってあるじゃないですか。で、多くの人が、1週間ぐらい前から勉強始めるんですよ。私は、1ヶ月前から試験勉強始めるんです。で、そうじゃなかったら勝てないんですよ。だから、1ヶ月前から計画を立てておくんですね。だから、そういう戦い方を私はしてました。それぐらいやっぱ計画って重要なんです。その計画なかったら私は、おそらく、成績はいい成績を取れなかったと思います。周りの人たちと比べていい点数は取れなかった。私がいい点数取れたのは人よりも自分のことを知っていて、それに対する計画をちゃんと立てられた、また実行できたっていうところがやっぱ大きいんですよね。なので宅建合格するためにこの計画ってすごく重要です。で、これ今すぐでもできる話なので、ぜひですね、この動画終わった後に計画をちょっと考えてみていただければと思います。で、次の6回目の動画では計画を立てたはいいけども勉強できなかったら意味ないですよね。計画を立てた後はそれを実行する段階に入るわけだから、実行しないと意味ないんですよ。なのでこの6回目は計画倒れしないための方法、これについてお伝えできればと思っておりますので、ぜひ次の動画もご覧いただければ嬉しいです。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。